佐々木です。お元気のこととお喜び申し上げます。このビデオは2月10日金曜日東京の朝の様子です。去年2022年東京で結構ちゃんと雪が降った日は1月6日、当時はまだ夜勤をしていたので翌朝通った石神井公園は銀世界でしたね。写真を撮っているとそういうことを思い出せるのがいいなって思ってたりします。このビデオの撮影カメラは α7-4 フル HD の S&Q120fps で撮影しています。編集が24コマなので5倍速換算のつもり。スローモーションはほぼ S&Q で撮っています。レンズはシグマの 105mm マクロ、結構お気に入り。S&Q の 120fps だと手ブレ補正はスタンダードまで。なので画角のクロップは S&Q120fps による約 1.2 倍ぐらい。正式なクロップ率はメーカーが公表していないので大体の目安です。通勤先でも少し回してみました。新しい職場になって3週間、早い、あっという間。緊張しすぎの面もありますけどね、なんとかやれています。詳しくはもう少ししてから話そうかなと。前の仕事を辞めて本当に良かったと思っています。今の職場の環境がとってもいいからなんだけどね。まだまだ寒い日が続くけど健康に過ごしたいです。では元気でまた。